すごいよこれ。雪です。事務所帰りの雪初運転。何が違うんだろう。ちょっと気をつけつつ ね、 そうだね、ゆっくりでいいから。スリップとかがどのくらいのレベルで起きるんだろうかっていうね。まあ、道にはなんか積もってないから大丈夫な気がする。今大丈夫そうだけどね。こんなに降ってんの。クリスマスぐらい降ってるかな。クリスマス降ったっけ。イメージ、クリスマスのイメージぐらいってことね。うんうんうん、むずいよ。クリスマスぐらい降ってる。クリスマスぐらい降ってるよこれ。あ、ほんと。うん、今日青いね服。誰よりも青い。青いよね、うん、それ日本代表より青でしょ。珍しいんじゃない、その青を着るの。いや青だからねこれ。あ、一番青い服を買ったんだ。そうそうそう、あの背中にミッフィーがついてる。ね、可愛らしい。黒ばっか着てる場合じゃないからな、やっぱり。そうなん、うん、全然着てる場合だよ。黒、黒好きなの。黒好き。だってなんかあれじゃん、かっこいいじゃん黒。黒かっこいいから。黒はなんか怖いイメージあるよやっぱり。え、黒やっぱいいじゃん、かっこいい。だってルフィの服黒だったら嫌じゃない。まあルフィあんま好きじゃない俺。ルフィの感じなんかあんま好きじゃない。誰が好きなの。どの感じが好きなの。ロビン。ロビン。ロビン可愛くない。ロビン可愛さで言ってんじゃん。ルフィ負けるわそりゃ。ロビン好き。でもロビン黒だもんね。ロビン黒でしょ、可愛くない。でクロコダイルとかも好きだ。クロコダイル好きだ。で黒って入ってるからね。黒が好きすぎるんだよねそれは。あとあれね、黒沢修司ね。黒好きすぎない。黒の方で言ってない。黒沢修司ね、サムライソルジャーの。知らんしな、やっぱ。なんでなんで、やっぱなんで知らんのお前。黒沢修司、とりあえず黒入ってるから言っとこうって思ったけど、誰だろうなって言ったらサムライソルジャー。うん、何。もう積もってるね。積もってるね、これは。これは積もってるね。いいな、いや走ってる人いる、この中。うん、半袖ですごいな。うわ、またいる、またいる。半ズボン、半ズボンじゃん。いや皆さんこれ映ってないですけど、トミー裸足だからね今日も。まあ、靴履いてますけどね。いやそれまあ、あまあね。いや それはまあそうなんだけど、すごいよね、野生児だよねやっぱ。ザ事務所では裸足でした、ね。うん、靴下履かないの。だって言ってたじゃん前。何、靴下全然靴の下じゃねえの。じゃそれに感銘を受けてやめてんの。うん、マジで。靴下確か言ったけどさ、俺あれいいよね。それそんな響いてんの俺全然ピンときてないし。いいよね、だからあれがもう世の中が靴上になったら認める。うん、逆に言ったら どういうことなの？だから靴上じゃんってこと？いや靴中。靴中じゃん。靴中じゃん。じゃあ靴中になったら俺も。靴下が？うん。になったら俺履くわ。やばいな、なんか。やばい YouTube キッズみたいになっちゃってる。信者みたいな。信者だよね。俺が言った以上のことまでやっちゃってるから。靴中になったら確かにそうか。確かになって。いや、いいでしょ、別に。靴下じゃん。靴の下じゃねえじゃんって。よく考えたら下なんじゃない？わかんないけどね。どういうこと下って。調べるはもうちょっと一回、それさ、あれ。あ、スマホそこにあったわ。おばあちゃんのメガネだ。調べれないわ。あ、誰もよかったな。何？親対応。それそんななのよ。あれ強かったな。違うのよ。結局ちょっと切りすぎじゃない？あ、メインの。いやいやめっちゃ良かったでしょ。もっとあれ、あそこの下りフルで使わんと。途中で飛ばしちゃうよ。誰も聞かなくなっちゃうよ。あそこの下り。あれでもいいキリキリしながらちょっと長めにしてんだから。あ、そう。フルでいいけどな。フルでやっちゃダメでしょ。フルでもうずっと BGM 止めて。親単位で全部回収できるから、その時間。いや違う、その時間待てないのよ、今の。その時間をね。期待値がないのよ、別に。親単位っていうので、もういつも。いや、期待値がそれほど打ててないし、多分。回収したけどね、あれは。そうなんだ。ありがたいけどね、そんな相方がそんな言ってくれんのは。親単位。親単位をそんな褒められると思ってなかったからさ。単
タイトルもそれ住みかっこでよかったよね。親対親対受けないよ。いやでもそれで言ったら俺あれよかったけどね。あの超常現象そんな起きねえだろみたいな、うん、やつはすごい良かったけどね。ああ超常以上に良かった、ね、現象みたいな現実はめちゃくちゃ起きるけどな。あれはそんなにだった。その前のすぐこうさ、うん、俺が俺なんか動いたみたいなった時にもさ、超常現象そんな起きそんな起きない。いや全然だよ、それ全然違うわ。俺と同じ状況になってる。全然違うそれ。俺と同じ状況それ関係ないもんだって。何かだよ。だ誰もできるよ、ね、ちょっと早く言っただけで、ね、それはもう全然違う。ゼロ一じゃない、そんなゼロ一だもん。やっぱ親対は親対はやっぱゼロ一だから、ね、いや違う、もうゼロ一とかでそんなんで使っちゃダメよ。ゼロ一よ、映画とかで使う言葉なんだから。いやさ嬉しいよ、嬉しいけどそんな引っ張っても伝わらんとは思うよ。伝えていこう。だっていろんなとこで言ってくれるじゃん、その靴のやつあれよかったなって言って。あの話してる時のさ受けそんな良くないじゃん。良くないね、バカバカだな。なんか分かってないやつだったからな。えじゃあね、冷静に考えたらそこそこぐらいなのよ。いやいや違うわ。大丈夫か、雪の思い出ある。なんか雪の思い、急にエピソードトーク。雪のエピソードトークして。雪のエピソードトーク？面白くないと寝ちゃうかもしれない。ああ、そういうことね。うん、うちの親がアメリカで雪の中運転してたらスリップして一回転半したこと。いや、不動産って動かないみたいにしすぎでしょ。いや、いいでしょ。別に不動産。不動の財産。不動産。動かない財産。あ、そういうこと？違うの、不動産。よう今度靴下みたいなこと言おうと思って適当に喋ってたんですよ。ああ狙ってた、狙ってみた。ああダメだな、それは違うんだ。今すごい否定されたもん。いやでもすごい良かったけど、んちょっともうそういうの好きなんじゃ。そういうやつ好きじゃん。何が言葉のなんかその成り立ちみたいなの好きすぎる。いやいやいやちょっとでもちょっとね違ったかな。あ分かった、じゃ あ俺なんとなく分かってきたわ。うん、トミー歴史好きだから、うん、そういうのが好きなんだ。あ、そうかもしれない、ね、言葉とか好きじゃん、うんうん、そういう系か、うん、そういうあれ結構好きだよ、お前がよくやるその何。いやもうさっきのそのまあお前とか、まあ、俺も好きだけど、うん、あのさ黒ってもう入っちゃってるじゃんみたいな、そのあ言葉のやつね、うん、水ボンってもうズボンって入っちゃってるみたいなあれ好き。あそれ言葉のやつ好きだよね。言葉のやつ好きなんだよ。俺も好きだけどやっぱ、うん、そんな狙いに行ってはなかったからさ。前カンタが考えたさ、爆笑漫才でさ、うん、あのやめてその入り。そのあの銀行強盗して、うん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 、ここの全部に丁寧な言葉遣いで全部をつけたら違くなっちゃうみたいな。この袋に全部詰めろ。いや違うだろ、ここの袋に全部みたいな。そっか、お袋になっちゃってるよみたいな。ああ、そういうね、あれは好きなの。はずいな。歴史で例えれるようになりたいな。なんかトミー笑いそうだから、ね、そういうのはやっぱりいいよね。歴史そんな詳しくないんだよな俺。で頑張ってみようかな。いやこんな寒かったらお前旅温める人いっぱい出てきちゃうよ。そういうのじゃないんだよな。そういうのじゃないんだ。それ違うんだ。いや奥の細道かい、急にどういうこと。道があったかって人に言いました。だいぶ勉強必要だわ。だいぶ笑う人限られるやつじゃん。雪の思い出は、雪の思い出出す気ある、雪の思い出。いやごめんなさい、ちゃんとしよう。ごめんなさい、ゴーンと方向みたいな状態でした。合ってるよね。ゴーンと方向。いやゴーン出してないしな、なんか。いやゴーンと方向いいな。全然負けかないけど。行ったわ。いや行ったわじゃないね。言ったでしょ今。だって当たった感じしてるもん。いや違うよ、ゴーンと方向違うよ、微妙に外してたから。当たってたでしょだって。いやってまあ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 当たって。でもまあいっぱい出るよ。何が参勤交代じゃねえんだから。どこがだよ、どこが参勤交代。ここの道参勤交代じゃないんだ。どこがだよ。
あ、分かった分かった、ペリー来ちゃうよとかそういうことね、ハリス来ちゃうよみたいな。いや違うんだよな、なんかめちゃくちゃそのめちゃくちゃな要求を俺がして、うん、いやペリーじゃないんだみたいな返しが欲しい、そのなんかこう、そう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 、そのああそういうことね、そういう感じ、ああ分かった分かった、だんだんゴーンと方向とかすごい良かった、あそのね返しをいければいいわけね、うん、文明開化の音がする、うん、ねじり鉢巻き一つや二つでしょ、何ネジは注意、一つや二つ、ザンギリ頭と比べたら、うん、犬を大切にしよう、将来鳥類哀れみの例、あの全然面白くない、徳川綱吉、うん、8代目ジェイソウルブラザーズ何でもいいんかよ、難しいな歴史やっぱり、いやお前ジェイソルブラザーズで笑い取ろうとしたやん最後歴史わかんねえから響きでいこうとしたやん、レミオロメンは知ってるもんね、その粉焼き以外知らんけど、3月9日知ってる、お知ってるわ、3月じゃあ3月じゃないよじゃあ粉焼き、粉焼きじゃないうさその訂正の人が3回も間違えるとか聞いたことないわ、あふれ出すふれでなねねねねね、これ309日か、じゃあ309日なわけあるか、ザクは309日ってあるんかな、カウントで言ったらまあ間違いじゃないよね、言い方は、まあ別に309日っていうのもまあ全然ありえるもんな、砂ぼこり運ぶつむり風で砂ぼこりだっけ、そう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 、変なの2番洗濯物に絡まりますが大きな首をした後に少し照れてるあなたの横で3月の風に思いを乗せて桜のつぼみは春へと続きます、ちょっと待って、はずいわ、何かしら来て何でもいいから、何が聞いてた、ずっと歌い続けちゃったから、聞いてたの、いや聞きたくないでしょ別に俺が長尺で歌うの、いやいや聞いてたよ、今聞けたよ全然、聞けた、うん、じゃあ一個別に、うん、新たな世界の入り口に立ち気づいたものは一人じゃないってこと、瞳を閉じればあなたがまぶたの裏にいることでどれほど強くなれたでしょう、あなたにとって私もそうでありたい、ラーララ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 ラ一人で作る。なかったことにすなよ。無理だろ。何ゼロに戻ってもうちょっとで作るんじゃないんだよ。もうちょいで作る。無理だろ。それ歌ってたやつ。あんな思い切り歌ったやつがもうちょっとで作るんじゃないんだよ。